両雲閣。両雲閣は、明治時代に大阪と東京に建てられた、眺望用の高層建築物。大阪の両雲閣は1889年春工の、高さ39メートル9階建て。東京の両雲閣は1890年春工の、高さ52メートル12階建て。どちらも現存しない。明治20年代に、高所からの眺めを売り物にした。 坊老建築がブームとなり、富士山縦覧城、浅草、1887年、長望閣、大阪、1888年に続いて、大阪と東京に、相次いで、同じ、両雲閣と名付けられた、長望塔が建てられた。東京の浅草両雲閣は、浅草公園に建てられた12階建ての展望塔、1890年、明治23年竣工。 当時の日本で最も高い建築物であったが、1923年、大正12年の関東大震災で反壊し、解体さた。名称は、雲をしのぐほど高いことを意味する。日本初の電動式エレベーターを備え、浅草十二階、あるいは、単に、十二階という名でも知られている。大阪の両運閣は、浅草の両運閣より一年早い建設で、西成郡北野村、 現大阪市北区の和風雨庭園、浦区園内に旧総楼として建てられた。大阪南にあった。5階建ての長望閣が南の5階と呼ばれたのに対して北の9階と呼ばれた。今となっては、跡地付近は浅草、ロック地区の建築物等の高さの最高限度の縛りを受けるが、当時は浅草公園の区外地である。専属町、現在の専属と異なるに建てられており。 浅草公園地帯ロック内建物高さ制限に抵触せず高い建築物が可能であった。しかも、浅草公園ロックで人気を博した木造の富士山、富士山縦覧場、高さ32.8メートル、1887年11月会場が台風の煽りで1890年2月に取り壊した後でもあった。浅草両運閣は、寄案者は長岡の豪商であった。 福原小七、基本設計者は、ウィリアム・ケイバルトン、バートン、土木工事監督は、伊沢雄二であった。また、両軍閣株式会社が設立され、初代社長として、写真家で、東京市会議員としても知られる、江崎玲二が就任した。東京における、高層建築物の先駆けとして建築され、日本初の電動式エレベーターが設置されたが、 その設計に当たったのは当時、東京電灯株式会社の技師で、東芝の前身の一つとなる白熱者の地の東京電機を創業した藤岡一助と報道された。電話設備は、宣伝を目的として、お聞き場太郎が担当した。完成当時は12階建ての建築物は珍しく、モダンで、観楽街、浅草の顔でもあった。明治、大正期の 浅草ロック名所岩垣には、しばしば、大池越しの両雲閣が映っており、ルミエールの短編映画にもその姿が登場する。1892年に来日した、アメリカ人貿易商、ロバート・ガーディナーは、レンガ作りのこの建物は高さ320フィートで、最上階の3階まで電動エレベーターが備わっているが、手入れが行き届いておらず、階段を上ったとしているが、 各界に飾られた絵や塔からの眺めの素晴らしさから、東京観光でまず行くべき場所の一つであると勧めている。展望室からは、東京界隈はもとより、関八州の山々まで見渡すことができた。1890年の開業時には、日本のエッフェル塔だ。パリのエッフェル塔は、前年1889年開業と多数の見物客で賑わったが、明治末期には客足が減り、 経営難に陥った。1911年6月1日に開花に12回演芸場ができ、1914年にはエレベーターが再設されて一時的に来客数が増えたものの、その後も経営難に苦しんだ。またリンチには1912年2月、浅草国技館が開館した。なお、設計者のバルトンは、設計時は、 エレベーターの思考は考慮しておらず、思考には反対したと後に、親族は語っている。浅草十二階の下の一帯は名手野外となっており、実際としては、死傷屈と化していた。それで、浅草で、十二階下の女というと、娼婦の因号を意味した。1923年9月1日に発生した、関東大震災により、建物の八階部分により、上が崩壊。 火災も発生。地震発生当時、頂上展望台付近には12から3名の見物者がいたが、福助旅の看板に引っ掛か,かり助かった1名を除き、全員が崩壊に巻き込まれ即死した。経営難から復旧が困難であったため、再建は断念され、同年9月23日に陸軍赤羽工兵隊により爆破解体され、姿を消した。 このイベントの正式名称は不詳。当時の新聞報道でも、東京芸妓美人襟抜き100名、千美写真の品評会、千美百儀の写真、百美人品評会、千美投票、美人写真品評会等とこれていた。また、交換に言われるように、日本初のミスコンでもない。1890年4月の報道で、応募者の写真を審査して、 賞金を与えるイベントが確認できる。候補者の写真は、小川和馬が、通常の営業を休んで特設の撮影スタジオで、撮った。全員同じ背景の前でポーズを決めているが、公平性の担保のためだけではなく、当時は自前で写真を用意できる女性は少数派だった、ことも関係している。小川は、後に、百美人の写真を盛んに発表するが、そのきっかけが、当コンテストである。 最終的に百名の候補者の中から上位五名が表彰される。上位五名は逃したが、洗い髪を妻こと増田や、長妻、本名、足立継、当時十七は、人気を博し、絵はがきや、広告のモデルとして活動することとなる。撮影の日に、髪結いが間に合わず、やむなく、洗い髪で撮影したと記載する文献もあるが、東京百美人の参加者の写真集には、 紙を言った写真が収められている。撮影場所までは、洗い紙で行って、そこで紙を言ったという説もある。跡地は、両雲座、劇場となった。その後は、昭和座、浅草東映となり、現在は、パチンコ店が建てられている。当該パチンコ店の入り口付近には、両雲格史跡保存の会が2004年12月に、設置した、戦争両雲格記念碑。 プレートがあり、この地、台東区浅草2丁目14番5号あたりに、浅草両運閣、通称、12階が完成、と記されている。一方、浅草公園町会が1977年12月、ウィンズ浅草の隅に設置した、検察、浅草公園史跡めぐり、第3番札所には、両運閣は、今の浅草東映から北西50メートルの地点に、あった。 浅草公園5区、先属二丁目三十八番地と記されている。ところが、1八十一年七月に行われた、両運閣跡の発掘調査、浅草二丁目十三番で、実際の塔の位置は、現在の浅草二丁目十三番から十四に、かけてあったとされる。さらには二千十八年二月、浅草商業ビルの工事現場、浅草二丁目十四番において、 基礎部分のレンガと八角形の土台のコンクリートの一部と見られるものが掘り起こされている。このビルの外壁には完成後の2018年8月、両雲閣を描いた浮世絵を拡大複製した壁が高さ8メートルが張られた。両雲閣解体後の1932年、やや南側の浅草国際通り、雷門一丁目交差点に両雲閣を模した。 仁丹島という森下仁丹の広告島が完成。ランドマークとして人々に親しまれていたが、1942年に大東亜戦争の激化による金属教室のため解体された。また戦後の1949年に再建したが、二代目も1986年7月10日に老朽化によって解体された。現在その跡地にはコンビニ、 ファミリーマートが立地しており、壁面に人艦島跡のプレートが設置されている。2012年10月、両雲閣南側の映画館跡に、小畜及びマルハン主導で建設する再開発ビル、マルハン小畜ロックタワーの各部分について、両雲閣を再現した構造とする計画であることが知られたが、その後、マルハン小畜ロックタワー計画は中止となり、 映画館跡地には10階建ての浅草ビューホテル別邸、墓来、が建設されることになった、2020年5月、開業予定。浅草両雲閣春工の前年の1889年、大阪、北の茶屋町の遊園地、裏区園内に、両雲閣、9階建て、高さ39メートル、が完成していた、男女3から和潮平へ上と、 梅田東生涯学習ルーム体育館、旧梅田東小学校跡地の門前に、その石踏みが残る。ノーベル賞作家のキープリングは1889年の日本旅行中に、大阪で、両運閣を見学し、大阪のエッフェル塔と呼んで、日本人は誰でも眺めの良いところにやってきて腰をかけ、お茶やお菓子や酒を賞味するのが大好きだから。 大阪では郊外に木材と鉄骨を用いて九階建ての塔を築き、息を凝らした日本庭園を作り、一面に真っ赤なちょを巡らして人を呼び寄せる売りが十分儲かるのだ。この大阪エッフェル塔は正直なところ美しい建築とはとても言えないが、そこから見える景色は補ってあまりあると評し、1、2階にずらりと並んだ茶店でお茶を飲みながら、 花の景色を楽しむ満員の客を見て、東洋人が、これほど何かにうっとりと夢中になっている様に私は驚いたと書き記した。エールをインド生まれの英国人であるキプリングは、景観を楽しむ趣味があるのは、西洋人の上流階級のみと思っていたため、東洋人である日本の庶民が景色を楽しむ姿に衝撃を受けたという。 この旧老領雲閣に先立つ1888年には、何枠日本橋の遊園地、宇保地、内に5階建て、高さ31メートルの長望閣が作られており、北の9階、南の5階と呼ばれた。長望閣は、六角中上パノラマ式高等で、日本で最初の西洋式高層建築とも言われる。周囲には、露天街も整備された。 この帳望角は1904年に解体されるが、現在も通称としての地名は五海百貨店として残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。